あなたは知っているだろうか。南シナ海で旧型潜水艦黒潮が極秘任務をしていたことを、2年ほど前に突如発表された潜水艦の極秘任務に日本や世界が驚きました。今回この時の状況を詳しく見ていきますね。中国と韓国が一番驚いたのかもしれませんね。静粛性でトップの潜水艦を持っている日本、現在の中国はまだ潜水艦技術は日本には遠く及ばない状況です。世界でトップの静粛性を持っているからなせる偵察行動もこの時発表から15年前から行われていました。南シナ海に展開しているということは、どこまで偵察行動を行っているかわからないです。今回は防衛省が2018年9月17日極秘に派遣していた海上自衛隊の黒潮潜水艦が水面下で忍者のごとく任務を遂行していたことを発表したという話を解説しよう。あれは今から約2年半前、南シナ海に突如として現れた黒潮潜水艦に度肝を抜かれたのを今でも記憶している。当時フィリピンの西側の海域で海上自衛隊の護衛艦部隊がアメリカと合同演習中をしている最中だった。防衛省からの緊急発表ということもあり、南シナ海で潜水艦任務が発表されたことは異例であり、とても注目を浴びたのだ。当時発表されて一番衝撃を受けたのは、15年も前から毎年のように偵察任務を行っていたということの方だった。当時の元安倍首相の政権がどう一体とかは詳しく分かっていませんが、おそらく中国への牽制をやっていたのでしょう。あの当時の防衛大臣小野寺御殿氏の発表は世間を大きく騒がせた。海上自衛隊としては異例の潜水艦の居場所を公式に発表したというわけですから、下士官以下は度肝を抜かれたでしょうね。南シナ海での航行の自由作戦に参加していた護衛艦は、加賀、稲津、間、鈴月、黒潮など計4隻であった。この航行の自由作戦と言われる本訓練は、アメリカが主催している。歴史は古く、1979年、昭和54年から始まっており、40年以上も前からやっているということになっている。これは訓練と言っているが、実質はある国が領海や排他的経済水域などの海洋権益を過剰に主張していると判断した場合は、その主張を認めないという意思を表すため事前通告することなく、その海域を航行するという航行の自由作戦、オーノップ、フリー、DOM、オブ、ナビゲーション、オペレーション、なのだ。小野寺元防衛大臣の発表内容は、これだけに止まらず、海上自衛隊潜水艦の南シナ海への派遣は、17年も昔から言っていたという爆弾を投げたようなものであるが、状況について、詳しく以下で紹介する。海上自衛隊で最大の大きさと排水量を誇る艦艇といえば、戦後初の航空母艦への改修が決まっている護衛艦出雲、太郎。
加賀については、その同系の艦隊である。安倍元首相とアメリカのトランプ元大統領が視察をしたことで有名になった加賀は、2021年度末から予定される定期検査に合わせて、航空母艦への改修工事が施工される予定だ。加賀のこれまでわかっているデータ。基準排水量が1万9500トン、満載排水量が2万6000トン。全長は 248M、全幅は 38M。となっており、海上自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦 DDH。ヘリコプタール・デストロイヤーと呼ばれている。そう呼ばれている理由は、対潜水艦用の哨戒ヘリコプターなどを最大14機まで、艦載できるという能力があるからだ。このような能力を持っているにもかかわらず、専守防衛が根本的にある。自衛隊は、政治と現実の間で、あくまでも護衛艦という呼称が、象徴しているような建前論を根拠として活動しなければならないという現実がある。駆逐艦レベルなのに護衛艦と称しているのは、第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍を連想させる単語を使用しないようにしているためだ。中国は、護衛艦、加賀、や、出雲、に対して以前から、航空母艦であるとして、警鐘を鳴らしたり、逆に過小評価したり、多数の異論を唱えている。まあ、無視するのが、一番いいでしょうね。また、2018年の小野寺元防衛大臣の発表に、話題を戻すと、南シナ海での演習の意図を尋ねられると、約15年以上も前から、潜水艦を含む自衛隊艦艇がすでに、訓練を継続して実施していたと説明したが、はっきり言って回答になっていなかった。言った通りに解釈すれば、まさしく、15年以上前から海上自衛隊の潜水艦は、南シナ海へ進出していたということになる。では、なぜ、現在まで全く極秘にされていたのだろう。本当は、潜水艦の南シナ海進出は、この時が初めてだったが、中国海軍を、牽制するために、わざと、このような回答を防衛大臣自らが、言ったのではないかという異論を唱えた者もいた。要するに、この発言によって、中国側に日本への警戒心を持たせようという、腹立ったのではないかという解釈だ。しかし、日本の領海域ギリギリのところで、勝手にやりたい放題しているような中国海軍に対して、海上自衛隊所有の潜水艦の作戦行動範囲をあえて誇示することによって、日本の優位性を思い知ったことだろう。護衛艦の加賀以外にも最新鋭とは言えない潜水艦、黒潮が訓練に参加していたわけですが、時代遅れの潜水艦と言われていても、南シナ海へ進出していたことを公表することによって、もっと新型の潜水艦である、双竜型潜水艦の性能や力を国内外へ、威厳を示すことができた。中国は、大量破壊兵器や戦闘機、水上戦闘艦や潜水艦などを所持しており、日本は、これらの数では、絶対にかないません。兵の数で負けているのなら、謀略をもって戦いというのは、真心の標榜の一つでもある。
世界の広大な海のどこに潜んでいるかわからない海上自衛隊の潜水艦を用いることで、中国海軍の兵力を分散させる手段しか対抗手段がないのかもしれない。海上自衛隊保有の護衛艦、加賀、ですが、航空母艦としての改修を完了させた。航空自衛隊が購入予定の F-35B ライトニング2戦闘機を艦上で運用できるようになるまでには時間がかかりそうで、即戦力にはならないという残念な知らせもある。その F-35B ライトニング2戦闘機の運用が可能になったとしても、常に艦載機として乗せておくわけではないと言われている。現時点で、加賀の艦上にどのくらいの数の機体を乗せられるのかについても、公表されていない。これはあくまでも予想だが、格納庫などのスペースを考えても、10機前後ではないかと言われている。はっきり言って、その数では中国の航空母艦に打撃を与えるという点では、低レベルであり、高い有用性を見出すことは期待できないだろう。そもそも、加賀や出雲には航空機発着用のカタパルトを備えていなかった。だから、長距離の警戒任務ができる固定翼機を運用することができないのだ。そうなると、哨戒任務については艦載されているヘリコプターか別の地上基地から発進させる機体が任務を引き継ぐことになるでしょうね。